ジオカチャンネル。いやーじゃないんすよ。いやーじゃないんすよ。どないしたの？急に、はい、新豊洲駅にね、僕一応東京やけど、はいはい、真逆の方住んでるから確かに1時間以上かけて来とんねん、こっちは。なんやこんなとこで、風の強い日に。じゃあ今日呼び出したのはですね、まあなんか今日なんとね、何新豊洲駅で、キンプリのね、聖地、アイプロミスのジャケットを取ろうじゃないかと。ああ、そういうこと？そうですよ、今日は。あ、聖地？うん。ここやの。そうそうそう。アイプロミスのね、うん、かっこいいジャケットの、うん、なんか鮮魚売り場とかで撮ってるの？同じ感じでジャケットを取りたいなと。はい。撮ってますよ。撮れますか？同じ感じで。行きましょうか。どこにあるの？それは分からんけど。よし、じゃあということで、はい、早速行きましょう。行きましょう。あ、飛ぶやつやりましょうか。飛ぶやつ、はい、もう現地行けるの？現地行けるの？楽ね。なんか言うそう。飛ぶよ。行きましょう。はい。この辺やと思うんやけどな。すごいいい場所。こっちとかね。ちょっとね、こう回ると。うん。これだけでちょっとテンション上がりますわね。ここかゴールは。いや、ゴールは近いぞ。ゴールは近いぞ。近いぞ。椅子が、椅子をさ、うん、椅子が ね、あるとかやから。椅子が何個かある。たどり着きましたよ。たどり着いたね。橋の上でしたね、はいはい、なんやかんやね、言うて。到着したよ、これ。到着した。ここだ。するもんやね。いや、 やっと見つけたよ、もう。見つけましたね。夕方だ。ちょっと暗くなりました。ちょっと暗くなってきたかな。こんな見つけれんか。ね、ずっと下探してたから、初め。川べりやろ、思ったら。川べりね。橋のほんと上の中央。これ、1個ですか。はいはいはい。これ、わかんないですけど、はい、椅子あるじゃないですか。ま、今、映ってないか。ああ、6個あるってことは、はい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 、これ実はこの岩橋くんの一つっていうメッセージ隠れてんちゃいます、これ。絶対そうやん。絶対そうかな。うん、すごい。だから6個あるとこ探すんちゃう。椅子もしかしてわざとやったんかな。そうやって、絶対。ほんで、ね、空白あったら変やから、うんうん、見切れさせてるだけで。すごい。実はみたいな考察するね。ありがとうございます。ありがとうございます。もしかして椅子が6個あるってことは。え、奪おう、編集で奪おうとしてる人の。ここででもね、うん、とある問題がありますよ。何？誰が平野翔くんの場所を飛ぶから、ね、メイン？メインの、メインなんかな。メイン、やっぱり一番メインじゃないですか、平野くんが。メインっていうのかな。まあ、センターが多いようなイメージですけど。なるほどね、はい、じゃあ、うん、じゃあ、ジャンプで決めましょう。こがましいけど。こがましいですけど。じゃんけんいきますか。はい、最初はグーで。最初はグー。じゃんけん。はい。あー、はい、こうでしょ。あー、負けたー。平野くんゲット。長瀬廉くんの。あー、長瀬廉くんいいなー。よろしく、廉。はい。あ、よろしく、平野。今度やってるかどうかしらけど。やってなさそうや。やってなさそう。じゃんけん。はい。よっしゃー。岸くんでお願いします。あ、岸くん。誰やだっけ。ドリフターズ。これドリフターズの聖地。ブーさんがいい。ブーさんが。高橋海人くん。うわー、きたー。取られた。狙ってたのに。狙ってたよ。じゃんけん。はい。あったー。じゃあ神宮寺くんを取っていきましょう。取りましょう。はい。どんな感じなんだろう。ね。はい、ということで無事取れましたね。で、なんか、はいはい、初めは、うん、なんでこんなとこ呼び出してんとか言ったけど。なんか楽しかったですね。いや、楽しかったね、なんか楽しいし、なんかいいっすね、こういうの ね。ね、なんかいろんなとこ行きたくなりました。いろんなとこ行ってね、うん、ぜひ皆さんも。そうですよね。歩行者の邪魔にならないように、うん、いや、一瞬でもね、キンプリに慣れた気がしました。確かに、はい、なんかここで撮ったんだと思うと、ね、いいですよね。
だって、1年前かな、はい、このジャケット、はい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 、まだ椅子あったかかったもんな。せや、はい、素敵な場所っていう あれじゃないけど、ごく一部の街の、ね、普通のね、街の一部やけど、はい、ああやって、はい、あの5人が座って、はい、ジャケットになると、はい、あんなかっこよくなるんだっていう、はい、それもちょっと確かにすごい感動というか、感動ね、はい、やけど楽しかった。そうですね、またぜひ、また行きましょう、ちょっとやっていきましょう、うん、ね、ということで、はい、どうもありがとうございました、はい。